ート石森文也くん、2番スタート石森くん、背番号5。堀翔太くん、3番ファースト堀くん、5番コーさん。川崎市立有馬中学校守備の交代をお知らせいたします。レフトの大森ひろとくんがライト、ライトの曽根光輝くんがレフト、4番ライト大森くん、6番レフト曽根くん、以上に変わります。4番センター藤岡拓真くん、4番センター藤岡くん、背番号8。
回得点はありません。最後裏守ります高津クラブドジャースのピッチャー浜田響君、キャッチャー吉田直樹君、ファースト堀翔太君、セカンド太田圭吾君、サード石森文也君、ショート石山慎君、レフト増子俊作君、センター辻岡拓真君、ライトは増子亮介くんです。有馬中学校の攻撃は1番キャッチャー滝口早瀬くん、1番キャッチャー滝口くん背番号10、ゆうきくん、2番ファースト高松くん背番号4、倉重祐介くん、3番ショート倉重くん背番号6、
4番ライト大森ひろとくん、4番ライト大森くん、背番号7。5番ピッチャー富田くん、背番号3。今の回得点はありません。こんなのどうだっけ。
2回の末、高津クラブドジャースの攻撃は5番ピッチャー浜田響君、5番ピッチャー浜田君、背番号10。6番セカンド大田くん、背番号7。吉田直樹くん、7番キャッチャー吉田くん、背番号2。
ただいまの回得点はありません。有馬中学校の攻撃は6番レフト曽根浩輝くん、6番レフト曽根くん背番号9。山田誠也くん、7番セカンド山田くん背番号1。8番サンソー内田くん背番号5。9番センター早乙女浩太くん、
9番センター早乙女くん5番公園立ち得点はありません。高津クラブドジャースの攻撃は8番レフト益子俊作くん8番レフト益子くん背番号13ライト、マスコ涼介くん9番、ライト、マスコくん背番号121番ショート石山くん
と石森くん、得点はありません。中学校の攻撃は1番キャッチャー滝口隼人君、1番キャッチャー滝口君、ファースト高松くん、
クラブドジャース守備の交代をお知らせいたします。ショートの石山真君がピッチャーの浜田響君がショート、1番ピッチャー石山君、5番ショート浜田君、以上に変わります。
番ピッチャー富田君。6番レフト曽根君。得点はありません。4回の表、高津クラブドジャイアンツの攻撃は3番ファースト堀翔太君、3番ファースト堀君。Hey!
4番センター辻岡くん。得点はありません。最後には有馬中学校の攻撃は7番セカンド山田誠也君、7番セカンド山田君。
番サード石田くん、滝口くん、
3番ショート倉重くん。今の回得点は1点です。高津クラブ5チャンスの攻撃は7番キャッチャー吉田直樹くん、7番キャッチャー吉田くん。レフト益子俊作くん。
9番ライト益子涼介くん。石山くん。ただいまの回得点はありません。ドジャース守備の交代をお知らせいたします。ピッチャーの石山真くんがショートの浜田響くんがピッチャー、1番ショート石山くん、5番ピッチャー浜田くん、以上に変わります。有馬中学校の攻撃は4番ライト大森平田くん、4番ライト大森くん。5番ピッチャー富田くん。曽根くん。
7番セカンド山田くん。得点はありません。高津クラブドジャースの攻撃は2番サード石森文康くん、2番サード石森くん。4番センター辻岡くん。辻岡くん。浜田君。
際得点はありません。有馬中学校の攻撃は8番サード石田圭司君、8番サード石田君。9番セッター早乙女君。滝口君。2番ファースト高松くん。
3番ショート倉重くん。ただいま向かい得点は2点です。
7回の表高津クラブドジャースの攻撃は5番ピッチャー浜田響くん、5番ピッチャー浜田くん。6番セカンド太田くん、7番キャッチャー吉田くん、準決勝第1試合、高津クラブドジャース対川崎市立有馬中学校、ご覧いただきましたように3対0をもちまして川崎市立有馬中学校の勝ちでございます。